会は各議員が基本条例につきまして、まあ、努力を抑えて、その立派な案が作成をされました。委員長はじめ、各議員には協力をしたいと思いますが、先ほど何人か言ったら、見たのに、私も今日初めて見た書類がございます。委員長から口頭で言われても、なかなか目の前が取れないという状況でございまして、にもかかわらず、このような、多くの意見をね、私も各地の議会協議場では解散となりました。民主党から行っても、また世論流れから行っても、決定をすべきだと思うんですが、6月16日という委員長の条例を議員さんとして出したいということでございますが、改正でありまして、もう一度7月、議会がございますので、まあ、私の意見ですけれども、いろんなところについて、もう一度委員の方のためにご協力が、ご検討いただければありがたいです。そしていい条例をみんなで作り上げていくことをいただきたいと思って、できれば、まあ、自治基本条例も、12月の議会ですか、執行部として提案されるようになるので、人間性から言っても、また自分の自治基本条例の成功性から言っても、まあ、私の個人的な意見は、同時に社会に、同時に自立をつけた方がいいのかなという考え方を、こちらの自治体もするような議論があったと思うんですけども、言いましたら、6月16日じゃなくて、もうちょっと遅いますけども、7月でもいいのかなと思いますので、ご検討をよろしくお願いします。以上でございます。はい、手続きの話でいうと、我々の委員会としては議長に25分ですね、一応報告して一応終わってる形っていうか、一応我々の審議としては終わって、今日はその議長の任を置いて皆さんに報告して、了解いただくという感じなんで、確かに100% ね、十分お互い一つしたかといえば、まだまだ足りないというのがあるんですが、ご承知のように、日程とのに、これまでも非常に展開議員挟んだり、非常に日程とのに苦労して、でパブリックコメントも、本当はもう少し長く置くべきだったんですが、詰めてやったという結果もありまして、仮にこれ以上の、あと7月までやったとしても、非常に議員の皆さんも、非常に日程の調整が、困難かなということもあり、無理をお願いする格好になりますが、できれば、最終に決められるかな。そのためには、先ほどから出ているように、アンケートの集約結果とか、パブリックコメントの状況とか、それについては文書でお示ししたいと思いますので、そういう形で、もしこの今期の議員の皆さんでお決めいただければ、それが一番ベストかなと思うんですが、まあ、それは絶対ということではなくて、その日程についてはまた議長の方とも、まあ、議長の方で、ご検討いただいて、関係者の方に当たっていただいて、で最終的に決めていただくということで、一応我々の委員会の役目としては、ここでこういう形で、ちょっと皆さんにご理解をいただく説明までかなと思ってますので、その辺はよろしくお願いします。日程上あろうかと思うんですが、市民とは対話といいましょうか、市民に会話をして、公開しての討論というのを予定してましてね、審査で、延期というか中止になったという結果がありますので、この審査の延期というのは、結構発達じゃないかと思うんですよ。委員の方も大変驚かされて、参加の機能を安定していただく結果があるので、6月14日の結構なんですが、7月でも間に合うんではないかと、良い表現案が決めたんじゃないかということで、現議員 の体制で、6月の委員長の高い決意を上げようでありますので、実施については新体制ですということだそうでありますので、それのご検討をよろしくお願いします。
ように一応今までの説明を聞いていただいて感謝して、あとその判断については議長の方にお任せしたいと思います。よろしくお願いします。委員長、各皆さんの質問のことを考えますと、6月なくても7月でもいいかなと、そういう結論に達しました。そしてまた、議員の方にはお守りになるでしょうが、これは、低い結論で答えるので、慎重審議すべきだと思いますので、委員長、7月で、じゃあ、ご了解を。以上で延長に対する質疑を受けていたします。本日予定した事項については全部終了いたしますので、委員会を